亮田中。はい、こんにちは。ニューヨークでドラムやってます田中亮です。本日はですね、弱く叩く練習のすすめというお話をしていきたいと思います。はい、弱く叩くということですね。まあ、こういう練習パッドを使って練習することってよくあるかと思うんですけど、この落とし穴というか、まあ、落とし穴っていうほどじゃないのかもしれないですけど、よくある話がですね、こう練習パッドってまあ当然なんですけど、実際のドラムよりは音量が下がるんですね。そうするとついついこう強く叩いてしまいがちなんですね。ここで、まあ、強めに練習パッドを叩いた同じその腕の振りの強さですね。で、生のドラムを叩いたらどうなるのか、どれくらいの音がするのかというのを撮ってみたので、まずはご覧ください。さあ、いかがだったでしょうか。結構ね、大きい音が出てたんじゃないかなと思います。まあ、トラビス・バーカーとか、チャド・スミスとかが、バッカンバッカン叩いてると、もっともっとでかい音が出たりもするんですけど、でも結構ね、小さく叩く音が必要な場面っていうのもあったりするんですね。まあ、小さい会場ね、アコースティックライブとか、小さめのカフェで演奏したりするときとかですね、例えばこんな演奏とか、で、この小さく叩くということなんですけど、僕個人的な話なんですけど、まあ、すごく印象的な経験があって、何かっていうと、もともとまあロックポップスが好きでずっとその道を行ってたんですね。で、ある時バークリーというまあボストンにある学校に入って、ここが基本ジャズの学校なんですね。まあ、あらゆる音楽のジャンルを網羅してるんですけど、ベースとなるのは基本ジャズで、やっぱり入ってくる生徒もジャズの生徒が多いんですよ。で、その中でアンサンブルといってみんなで一緒に演奏しようっていう時にですね、びっくりしたのが周りの生徒の音量が小さいということなんですね。もう本当ね、正直なことを言うと、その音初めて聞いた時に、もうお前らもうちょっと真剣に気合いの入った音出せやとか正直思ってたんですけど、でもまあみんながねそういう音量なんで、自分だけでかいとやっぱバランス合わないんで、合わせるしかしょうがなくて、じゃあ小さく叩くかしょうがねえってやろうと思ったら、これが難しいんですよ。全然僕できなくって、そこでなんかできないのが悔しくなって、結構こう小さく叩く練習をしたんですね。まあ実際その後ボストンでこう演奏活動なんかしたりするときに、まあ子供のミュージカルで伴奏したりだとか、あと教会で演奏したりとか、こう室内の中でやることがあったりして、案外その小さめに演奏する機会っていうのがあったりしたんですね。なので小さめに演奏する練習をしといたのがまあ役に立ったということなので、皆さんもよかったらそうやってね、小さく演奏する練習してみるのもいいのかなと思ってこの動画を撮ってみた次第です。ただまあこんだけ小さく演奏するっていうのは押しといて今更なんなんですけど、そればっかりやってると今度はね、大きい音量で叩けなくなるっていう問題があるんですよ。やっぱり大きい音量が必要な場面もあったりして、ロックのとことかもほんと、アンプもほんとフルテンとかにしてバカでかい音量してきて、こっちマイクがないとかいう状態だともう、バッカンバッカン叩くしか方法がなかったりするんで、そういう時に、やっぱ小さい音でしかやってないと、いざという時できなかったりするんです。なので、まあ何事もほどほどにというか、物事をまあ決めつけずに柔軟に考えていくのがいいのかなというお話でした。亮田中。はい、本日はですね、小さな音で練習するという話をしてみました。この動画が面白いなって思ってくださった方は、いいねとかチャンネル登録してもらえると嬉しいのと、あと、Twitter とインスタもやってますので、そちらもチェックしてもらえると嬉しいです。それではまた、お会いしましょう。